01のロジックでできたツールを使ってどうやってこう深層心理のところに切り込めるかとか、その人にとっていい影響があるというのは、まあ、多分もう絶対的にずっと変わらないと思うんですよ。体験者の顔を 3D スキャンして仮想空間に入り込み、ユーモアあるバーチャル世界を体験することができる箱庭。江戸時代の東京麹町の様子がリアルタイム 3DCG により描かれている日本画とテクノロジーを融合させた映像作品、麹町小乱。立体的かつ鮮明に表現された古代魚シーラカンスが AI により雄大に意志を持つかのように深海を泳ぎ続ける作品、エンシェントアクアリウム。これらの作品を制作してきたデジタルアーティスト稲垣雅人率いるチームデイジーは、ここ渋谷ヒカリエで開催される展覧会の搬入作業を行っていた。2004年、稲垣は現在代表を務める株式会社デイジーを設立。ビデオゲーム制作の受託業務を行う傍ら、インタラクティブなデジタル作品の制作に力を入れてきた。稲垣は現在、アートとエンターテインメントの枠組みを超えるべく、新たな挑戦を行っている。B2B のお仕事で、クライアントさんがいらっしゃって、うちがお手伝いするみたいな形のお仕事でやってきたんですけども、自分たちがこうやりたい放題やって何か作ってみて、まあそれちょっと一般の人に見てみたらどんな反応か、ちょっと見てみたいよねみたいなこう話になってですね、まあチーム会社としてどうあるべきかみたいなちょっと議論した時に、タイミングよくパリのジャパンエキスポっていうアニメとかゲームとか日本の文化が好きな人が20万人ぐらい来るイベントがあるんですけども、まあ、そこに出展しませんかっていうオファーいただいたのと、で並行してそのロンドンのデザインウィークで、こちらはどちらかというとアートとかデザイン寄りの方々いらっしゃるイベントがあって、まあ、そこになんかそのインタラクティブのなんか作品出しませんかみたいなお話をたまたま同時期にいただいたんですね。でそれが2つの作品を作るきっかけになったような感じです。 3DCG プロダクションが受注の仕事とは別に自分たちなりの表現を追求したらどんなものができるのか、そんな思いから始まったデジタルアート作品の制作。海外の展示出展のオファーをきっかけに数々の作品を生み出してきた。しかしこれらの活動は彼にとって未だ通過点でしかなかった。小さい頃から、まあ、割にこう絵を描くのは好きで、まあ、美大に行きたいなっていうのは決めたんですけど、じゃあ何かっていうのが、まあ、自分でよく分かんなかったんですよね。で最終的に彫刻の方が一番向いてんじゃないかみたいなアドバイスをその夢子の先生からされて、ちょっとなし崩し的に彫刻の方にしたっていうのもあって、その頃はサイバーパンクの走りみたいな、まあ、いわゆるそのアキラとか攻殻機動隊とかみたいなのが盛り上がってて、まあ、サイバーパンクってそのテクノロジーとその身体性がクロスするとか、もうちょっとそこにテクノロジーに精神的なものが入ってきてないみたいな、そういうのはまあ興味があったんですね。デジタルテクノロジー黎明期の80年代以降、稲垣は急速に進化していく世界に魅了されていった。最先端のデジタルアートを発信する展覧会にアルバイトとして関わった経験がデジタル表現の道へと進むきっかけになったという。彼は学生だったので、学生さん のアルバイトとして展示の係員をしていただいたんですけど、特に彼が覚えていらっしゃったのはデジタルセラピーインスティテュートという作家なんですけど、ブレインウェーブライダーという脳波センサーをつけて、当時日本人が開発したイーバっていう脳波センサーがあったんですけど、それを装着して自分は移動しないのに脳波で移動してしまうとバーチャルに、そういった作品だったので、なんか新しい可能性を、ね、感じられたのではないかなと思いますね。それ見た時もかなりやっぱり衝撃を受けてですね、まあこれそのサイバーパンクみたいなこと将来これできるじゃんみたいなことはすごく思ったんですね。まあそこら辺がやっぱり結構今のベースになってるところもかなりあると思います。
デジタルテクノロジー、そしてメディアアートに強い衝撃を受けた稲垣は、既存の彫刻の道へは進まず、専門学校で 3DCC を学ぶことを決意。その後、大手 CG スタジオでの勤務を経て独立。現在代表を務める株式会社デイジーを設立に至った。CG スタジオに入ったことがあるんです。今のコアのスタッフっていうのは、そこで苦楽を一緒にした人たちがほとんどで、結構劣悪な環境でこういろいろこうギリギリのところでこうやってた経験があるので、そのクオリティに対する基準と厳しさみたいな、1から10まで言わなくても自発的に問題定義してくれるっていうのがあるんで、自分がこういう感じでやってられるっていうのは多々あると思います。デイジーを設立後、さまざまなエンターテインメント分野のプロジェクトや新規事業のプロトタイピングなどに参加し、 3DCG やビデオゲーム開発を行う。徐々に社員数を増やし、順調に事業利益も安定、ビジネスとしても実績を残してきた。しかし、もともとデジタルの道に進むきっかけとなったアート作品への制作意欲は、稲垣の中でなくなることはなかった。稲垣さんはですね、デジタルハリウッドの専門スクールの1期生なんですね。でそこからコンピュータグラフィックスを学んでアーティストになり、そしてデイジーという企業を作って経営されるんですが、ゲーム開発とかの受託でいろんな案件出かけてるので、結構凄腕の経営者なんですよ、実績を見ると。で同時に自分の原点としてアート作品を作って行きたいっていう、そのこう溢れるアートに向ける愛だったりですとか、クリエイティブな原動力みたいなものがやっぱり話してていつも感じるんですよね。海外の展示会で、ただそのアートの展示会じゃなくて、まあデザインであったりとか、まあエンターテインメントであったりとか、まあゲームの開発者の会議で展示したりとかして、でまあ、自分がやっぱりもともとアートに足突っ込んでたところもあったんで、これをもうアートと言い切るのはちょっと恥ずかしいレベルだよねみたいなことは思ってたんですけど、軽井沢ニューアートミュージアムのアートはサイエンスで、まあ、大きなプロジェクターでの、その展示になって、でこう名だたる作品がある中で、その展示会のキービジュアルとして使っていただいた、しかも第1期第2期通して、まあ、ああいう、まあ、立派な正統的な美術館の館長がちゃんと ここまでの美術の文脈とかの中に稲垣さんを位置づけて話されていたあたりで、アーティスト稲垣みたいになっていった印象を僕は受けます。そこら辺がやっぱりその 自分たちがアート作品と言い切るスタートラインになるきっかけと始まりはそこら辺なのかなというふうに考えています。今回デイジーが参加する展覧会デザインアートは、デザインとアートの領域を横断した視点からキュレーションされている。既存の領域や体系化された価値観が揺るがされていると考える稲垣にとって、今回の展覧会のコンセプトは象徴的なものともいえる。ツールがデジタルになると境目がどんどんなくなってくるので、でジャンルの境目もなくなると思うんですよ。情報化社会とかデジタルツールになったことによって、そのドメインドメインで価値付けされるっていうよりかは、まあ、そういう境目がどんどん崩れてって、そこのもう根幹の心理的なところは何なのっていう模索が今始まってるんじゃないかなっていうふうに思います。むしろなんかそこで境目を作っちゃう方がおかしいのかなっていう。デイジーの制作プロセスは、稲垣が全てを決めるのではなく、社員エンジニアやクリエイターなど担当部門に関係なくフラットな対話から行われるという。もうみんな言いたい放題なところから始めて、まあ、そこから、あ、それ面白いねとか、あ、それとこことここくっつければ面白いねと、で、まあ、基本的には、まあ、自分がこういうのやりたいっていうのが一番強いと思うんですけど、そういう状況の中で、うまくこう、マネージメントして、まあ、セレンディピティから、その、化学反応を起こすにはどうすればいいかみたいなのは、ちょっと意識はしたりとかするんですけども。セレンディピティ。稲垣が
チームとして作品制作を行う上で、そして作品の世界観においても重要としているキーワードだ。こう何かこう普段気づかないところからたまたま出会ったものに対して、そこからこう宝物とか素晴らしいものを、見つけたり発見したり掘り出す力ってことですね。図書館とか行ってますと、あ、この本を探しに行ったのにたまたま別の本を見つけちゃったりしますよね。そういったものもセレンディピティだし、ノーベル賞の受賞者、科学者が結構実験で失敗しているんですけど、失敗の中からこう新しいなんか発想でそれを生かしてノーベル賞に値するようなものを発見することも多いじゃないですか。そういった形のものですね。そういうふうにして、ないものとか失敗とか事故から全く別のクリエイティブなものを見出す力ということかなと思います。例えばその箱庭っていうカオトルフの作品だと、その 3D スキャンしたやつが自分の顔がビデオゲームのキャラクターになって、ちょっとコントローラーでいじれると面白いですよねみたいな話で、みんな面白い面白いって言ったんですけど、正直僕それ面白いと思わなかったですねで、まあ、ただ、まあ、イメージボード出してもらったら、あ、確かにこれだと面白いかもっていう感じになって、そこはもう最初からやっぱり自分の意図しないところもあったりとかして、自分が意図してなかったところをこうどうやって引き出すかっていうのが自分の仕事みたいなところもあるのかなと思ってですね、カリスマ的なアーティストが全てを決めていくっていうのとはやっぱり違うやり方はしてますね。というのもやっぱり今のやっぱり時代がやっぱりそういうやり方の方が今の時代にあってるのかなと。人が結構暗いんで、あそこの場所、うん、なんか逆にそういうなんかもうちょっと多分この大きさでも実はいいのかなと思ってます、うん、そうね、ゲーム大好きとか漫画大好きとかっていう人が多いんですけど、まあ、逆に言えばそのエンターテインメントとアートの境目っていうのも何みたいなところもあるじゃないですか。あえてそういう多様性っていうか、なんか潜在的なものをどうやってなんかそのカオスのところから何かをこう引き出すか、面白いのかなって思ってますね。彼はそのアートには興味あるんですけど、そんなむちゃくちゃアートに詳しいわけじゃなくて、まあ、僕の方でちょっと抽象的にこんな感じこんな感じって彼らにこう噛み砕いてこう作ってもらうんですけど、これでちょっとこんなんできたんですけどって言われて、こう初めて見た時に、あ、これってジャミシル・オトニエルじゃんとかって思って、だからなんかそういうなんか多分普遍的な要素みたいなものもがあるんだろうなと思って、今の時点ではやっぱりその B2B の受注仕事で利益を出して、そこを作品を作るためにちょっと利益を投資してるっていう側面がまだかなり強いんですけども、作品の質を落とさずにちゃんとそのマネタイズするにはどうすればいいかっていう今試行錯誤してるところはまあ正直あります。自分の作品がなんかそこにこうみんなの作品が浮いてる空間に入って、まあ、その空間に入って みんなのと自分が見えるみたいな。稲垣は現在新しい作品制作の形を企業との共同制作に見出している。その一つの事例が三菱重工デザインセンターのリサーチチームと共同で行っているプロジェクトだ。テーマからインスピレーションを受けて作品をうちの方で提案して、三菱さんの方と一緒になってまたディスカッションして、まあ、ちょっと方向性をまた調整していくみたいな。三菱重工さんってやっぱりロケット作ったりとか戦車作ったりとか、やっぱり国に関わるインフラのところをやられてたりとか、言葉通りの重工長大な技術屋さん集団なのかなと思ってたんですけど、いわゆる世の中とか、まあ、国とかっていうレベルで良くしなきゃいけないっていうスピリットみたいなものがあるらしくて、いい意味での驚きがありましたね。三菱重工というのは小さいものはエアコン、
そして大きなものは発電プラントみたいなものまで、まあ、多種多様な製品を扱っているわけですけれども、やはり将来の社会どうなっていくのかなというところはきちんと見定めていかなきゃいけないというところになっています。そこの中で稲垣さん の活動っていうのを知って、それあれあれが考えている機械システムの未来というところとメディアアートっていうところの掛け算のところで、なんか新しい発見とか、アイデアっていうのが生まれるんじゃないかなということを期待して、今回のプロジェクトにつなげていったっていうような形になります。人と機械、そして、環境ですね。この3つについてどういうふうに、捉えていったらいいのかという問題提起という意味で共通していると思います。コンピューターもそうだけど、やっぱりシミュレーションやっていくと自然に近いものが演算から出てくるんですよね、携帯とかがね。それがとっても重要で、そこからまた自然をもう一回見直すことができてっていうことで自然につながっていくんですよね。今やはり今の時代、やはりいろんなことを考えますよね。今コロナでもあるし、コロナ禍の時代でもあるし、人間がやってきたこととか人間が見てきたものって世界の一部でしかないってことが分かってきていると思うので、もっとこう別の視点、人間以外の動物ですとか非人間とか非生物とか、あともっと長いスパンで人間の存在している時間よりも長いスパンで物事を見るとか、だから世界には本当にいろんなレイヤーがあって、これだけじゃないんだよってことをね、メディアとは伝えてくれるような可能性を持ってるかなと思いますね。我々が抱えている課題の捉え方であるとか、その解き方というのは相当複雑解的なことを解こうとしているんですね。稲垣さんは我々のこの一種禅問答のような壁打ちにですね、今回プロジェクトの中で長期間付き合っていただいて、どういう形で表現すれば最も我々の意図に沿ったアート的な投げかけができるのかっていうところを提案していただいているんです。ここまできちんとこう対応していただけるアーティストってあんまりいないんじゃないかなというふうに個人的に思ってます。まずこう稲垣ワールド、デイジーワールドみたいなものに触れてからお話が始まるんですよね。なのでなんかその作品世界のこうディテールのある感じとか、こう揺るがないこう美的なものであるとかっていう、そのアウトプットから入っているので、まずそういう目で見てると思うんですよね。でそこから先はやっぱり経営されてるだけあって、ビジネスのお話が根脇さんと対等にできますし、でなんとなくこうアーティストだと思って会ったら実務でいろんなソリューションができるみたいなんですね、ところがあると思います。ビジョンだの夢だの、こういうのやりたいよねっていうのが合致するんであれば、すごくいいチャンスになり、お互いなりうるかなっていうふうには思ってます。だからそこら辺はすごい新しいアートの形として結構今なんかそういう可能性っていうのは昔に比べて増えてきたんじゃないかなっていうのを感じます。今の時代ってもしかしたらアーティストがそのアートの枠組み以外の殻を破って社会に実装できる、結構もしかしたらいいタイミングとか時代だったりするのかなっていうのはなんとなく思ったりとかしますね。事業と両立しながら作品を生み出し続け、化学反応による新たなクリエイティブへの可能性を探求できる、経営者の視点を持つ稲垣だからこそ生み出された方法論は今後どのように展開していくのだろうか。僕が思うアートっていうのはやっぱり心が純粋に動くとか引き込まれるとかで、それによって、まあ、人々が 何かこうポジティブになったりとか、デジタルっていうゼロイチのロジックでできたツールを使ってどうやってこう深層心理のところに切り込めるかとか、だからそういう意味ではエンターテインメントとアートの境目もじゃあどこにあるんだろうっていうのは、もしかしたらその境目すらももうない可能性もあるのかなっていうふうに思ってますし、メディアアート作品によっては没入型であったり意味を押し付けるものも多いんですよね。でも稲垣さんのものはそうではなくて、こういろんな種をまいたりする中で、見る側がその時の状況とかその人の状況に応じていろんなこうセレンディピティを見つけていくような余地があると思いますね。作家が上で
こうあの体験者がしたってい う, こう上下じゃなくて、もっとフラットでインタラクティブな関係を持とうとしていらっしゃることを感じますね。精神的 な, なんかこう奥深い体験とかデジタルテクノロジーでない と,、感じられなかった荘厳な何かみたいなことじゃなくて、なんか素朴な目の前の楽しさみたいなところが多分人間っぽい温度感があるみたいな感じになるんだと思います。まあ、いろんな遊び心が必要ですよね。世代を超えて見ることによってコミュニケーションを活発化させるような意味もメディアにあると思うんですよね。そういった形で人がやっぱり気になって、お互いにそれを見たことによって対話を開始するとか、心が動かされるような、そういった世界観を持って作ってらっしゃる感じがしますね。なので あまりこう押し付けない形のエンターテインメントなので、やはり先ほどのセレンディピティに近いんですけど、能動的に何らかのものを各人が引き出すような楽しみをね、味わえるようなものなのではないかなと思います。まあ、何かしらこう心を動かしてもらって、まあ、その人にとっていい影響があるというのは、まあ、多分もう絶対的にずっと変わらないと思うんですよ。で、まあ、あとはそのスケールとか手段だと思うんですけど、理想というかもうぶち上げたことを言うと、例えばもうアートともう全然違うものをこう掛け算して、宇宙開発となんかアートを掛け合わせてなんかプロジェクトみたいにできたら面白いですよみたいな。なので、まあ一見相まみれないものとアートをこう掛け合わせて化学反応を起こす、まあ、新しいアートのコンテキストみたいな、なんかそういうちょっと夢を見始めてるような感じです。